伊予紀がお歳暮を渡したい本命の先輩は一体誰なのか。いないんです。伊予紀並みだ。後輩ちゃんがもうじきやってきますが、うん、お二人はどんな先輩像をお考えですか、ね、お考えですかってお考えどんな先輩像でも多分分かんないけど、さくちゃんはやっぱセンターとかやってたから、だからなんか、ね、舐められはしなそう。舐められはしない。私が体を張り、先輩には体を張らせません。今長澤まさみさんの真似した私はあのカメラをですね、持っているんですけど、それで先輩とかメンバーの写真を最近撮らせていただいています。そうなんですよ、こう MV の撮影の合間とかにちょびっとこう撮らせていただいたりとか、お仕事で一緒になった時に撮ったりとかしてて、まあ、ただの自己満というか、私のフォルダーに入って幸せって思っているだけなんですけど、羨ませろってそうで、まあ、まあもしかしたら先輩とかに出していいですかとか聞いて、いつかねこう出しそうしすものもあるかもしれないですね。お楽しみですね羨ましいでしょそう、大切な思い出なんです。そうなの。だってもう被写体がいい。さくちゃんもう憧れられる先輩側になってるわけだから。それはねもちろん、うん、後輩のさこきせいちゃんたちもさ、うん、言うよ。言うかな可愛い。もうさくちゃんも可愛いし、ごきさんも可愛いからなんかその顔見たかったって今思っちゃった。どうぞ。悩んだ末に4人が指名したのはこちら。おいしい。おいしい。出たよ。おいしいの。サクサクもしてます。私カメラが趣味なんですけど、でなんかこうなんだろう、撮影 MV の撮影とかの時に、先輩方とかをちょびちょびこう撮らせていただいてて、でこうそういう写真が増えるたび嬉しいなって思って、でもちょっとこれを世にはあんまり出したくないんですよ私。だって世に出してしまったらみんなスマホで保存できちゃうじゃないですか。やけどそのね、この美しい先輩方をちょっと自分のものだけにしてしまいたいというそうだから、今は私のねホルダーの中に大切にしまっているんです。後輩からなんて呼ばれてるの。え、なんて呼ばれてる。なんて呼ばれてるの。でも私あやめさんかも。本当。うん、私何なの。遠藤さんかな。遠藤さんかな。あやめさん。うん、あやめさんかな。私は、うん、私も下の名前がいいな。え、家行ったら。家、私が言えると思う。言えないと思う私が言えると思う。私と、さくらさんとなぎとかきさんとみくで、なんかこういうなんて言ったらいいんだろうな、腰に手を当て乗っかるみたいなそういう振りがあるんですけど、その時にねいつもさくらさんと目を合わせるっていうところがあって、私はそこがすごく楽しみ。サラサラ。あ、髪の毛。髪の毛サラサラ。なんでそんな二枚髪が綺麗になるんですか。切りたてだからか押しかける押しだって。いよきちゃんとさくちゃんのこと。すごい人見知りの私からしたら喋ってくれるのがすごく嬉しいので、なんかお話はすごくしやすいです。学生の中では一番喋るので、今はきっと一番喋る後輩かも。ボキ生の子ってみんな歌うまいよね。うん、
それ思う、ね、みんななんか歌声に特徴があって、うん、みんな歌うまくてすごいね。でも出てたよね、さくちゃんも今のあのスタパン、あ、学生ちゃんになってから、そうそうそう、見たよ。あ、え、見たの、うん、なんかいいよ、いおきちゃんと歌ってたんだよね。そうそうそう、なんか2人とも歌声がさ、うん、すごくなんか透明感のある歌声だからめちゃめちゃ、ね、合っててよかったです。嬉しい感想これ感想感想、確かにいおきまおちゃんと歌ってるの楽しかったな。ね、なんか歌声がすごく合ってた2人とも。へ、うん、やった、声質とかが合うって言ってもらえたから、うん、はい、それが。なるほどね。あのキッキのなんかこうスーッと伸びる声とこう合う、言ってもらいました、言ってもらいましたありのままの僕を君に届けたいんだ、探してたものは桜さん。え、